大ひおぎり、こんなペーパーマリオ折り紙キングは嫌だ。見た目が紙と折り紙になっただけで、中身はファミコンのマリオ。新しいゲームじゃないのかよ。こんなペーパーマリオ折り紙キングは嫌だ。ようやくゴールと思いきや、風で飛ばされスタートに戻る。せっかくゴールまで行ったのに、毎回風が吹くから一生ゴールできない。それじゃあ誰もやらないよ。こんなペーパーマリオ折り紙キングは嫌だ。マリオが折り紙を折って日本一を目指すゲーム。冒険に出かけるんじゃないのかよ。マリオ不器用でぐちゃぐちゃってなっちゃう。日本一どころか村でも一番無理だよ。こんなペーパーマリオ折り紙キングは嫌だ。周りが炎まみれ。危険だな。紙だからちょっとでも触れると燃えちゃうよ。難しすぎるな。ペーパーマリオから焦げマリオに変身。焦げマリオになんかなりたくないよ。